これは今から2ヶ月ぐらい前に僕がスーパーで買ったリーフレタスです最初はねこの太いところからいっぱい大きい葉っぱが出て、まあ、よく見るレタスの姿をしていたんですけど、まあ、ちょっとずつね僕が葉っぱを蒸して食べていったんですけどある時全部葉っぱを蒸してねあもうこれはもう終わりかなと思ってしばらく放置してたんですけどそしたらねこの先端からさらに新芽が出てきてねあこんなに生命力すごいのかっていうのにねもう感動してでそれ以来ね僕はあのこいつを観葉植物として育ててきたんですね。 ちょっとこう、葉っぱを蒸した後なんかゴツゴツしていて、透明に見るとなんかね、南国風の植物みたいで、今はちょっと葉っぱが少ないですけど、この辺に葉っぱがあった時代はね、もっと横にふわっと広がって、ヤシの木みたいな姿をしていました。2ヶ月間ね、共に過ごしてきたんですけど、いよいよね、別れの時が来ました。というのも、僕は今晩の夜行列車で帰省して、でも1ヶ月ぐらいこの家には帰ってこれないんですね。つまり、まあ、1ヶ月近くこの子に水やりとかそういった世話をすることができないんですよ。で まあ、二ヶ月間一緒に過ごして分かった子なんですけど、この子ね、もう一日でも水やりを忘れるとすぐね、葉っぱがしおれてきちゃうぐらい、まあ、か弱いというか、儚い命なんですね。まあ、つまり一ヶ月も間を空けるともうこの子の死は確定してしま,してしまっているわけです。まあね、一人暮らしをする中で二ヶ月間一緒に生きてきた身としては、やっぱりね、なんとかして生きながらえさせてあげたいなと思うんですけど、ただね、まあ、いろんな方法を考えても、どれもちょっと現実的じゃないなということで、最終的にはね、最初の目的であった食品として供養してやろうと思います。 ほりとかかぶってるかもしれないんで一応洗ってきましたじゃあね、いただきますん苦いあの葉っぱだけでお腹が膨らむわけもないんで普通の料理もしてこうと思いますと言ってもまあ冷蔵庫に残ってた余り物だけで作るだけですけど、まあ、下にある謎の物体は伊豆半島に行った時にお土産に買ってきた金目鯛ですねその味噌漬けを冷凍したやつですこれをね今からまあウインナーも添えてホイル焼きにしようかなと思います 具材をホイールで包んで水を張って、フライパンで蒸していきます。水が飛んだけど、あ、もう、火は通った感じかな。大丈夫そうですね。じゃあこれをあらかじめ入れておいたうどんの上に乗せていきます。そしたらこのレタスくんの葉っぱを盛り付けていきます。金目鯛とウインナーのホイール焼きうどんですかね。相棒を添えてって感じです。 余り物で適当に作った割にはいい感じじゃないですか <laughs>。なんか、地中海の方とかにこういう料理ありそうですよね。じゃあね、時間もないんでちょっと、急ぎに、で食べていきます。いただきます。このホイル焼きの味付けには、バターと醤油と、あと胡椒を使ったんですけど、それをね、まあこのうどんに絡ませて食べるとね、なんか、なんだろうな、パスタでもないけど、なんか <laughs>、それに近い味がします。 うん。すごいクリーミー。なんかカルボナーラみたいですね。ずっと食べてると、むちゃくちゃ太りそうな味がします。そして、この油が乗った金目鯛も美味しいですよ。これね、伊豆のお土産なんですけど、パッケージ見たら原産地ニュージーランドって書いてありますなんだ、伊豆でも何でもねえじゃねえか。騙されたって思ったんですけど、 <laughs> まあ、別にね、食べられりゃ原産はどこでもいいんで。2ヶ月間連れ添った彼は、見るも無残な姿になってしまいましたが、これが果たして1ヶ月後どうなっているか。このホイル焼き混ぜうどんみたいなやつですかなんか、どっかで売ってもいい気がしますけどね。 あの、肉の味と、あと、県ダイのこの魚の味、両方楽しめて、で、しかも、うどんのね、腰も楽しめるんで、なかなか、飽きない料理かなとは思います。いや、でも、思い返してみると、4月に一人暮らしを始めて、今日8月1日なんですけど、もう4、5、6なんて4ヶ月経ったんですね。いや、全然実感がない。<laughs> つい最近ね、こっちに来たような気がしますけど、 一人暮らしをしをてるとすすごく時間のね経過が早いです家事とかもやって、で、プラスこれまでの学,学業をやって、それでね、まあ、それに加えて趣味とかやってると、もう、あっという間にね、時間が過ぎてきます。というかね、一人暮らし始めてみると、母親のありがたみがよくわかります。あの、お母さんってすごい人ですよ、もう。 家族全員分のね、毎日毎日食事を作って、で洗濯して、で、部屋の掃除して、で洗濯物もするだけじゃないですよ。まああの、洗濯機に入れて、洗濯する、で、それを取り外して、で、干す、で、干したやつをまた取り込んで、畳むっていう作業もありますし。ま、あでも、それでもね、4ヶ月できてこられたんで、まあ、これからも多分大丈夫でしょうってう感じです。まあ、あとちょっとね、余裕ができてきたら、他の動画も出したいですけど、 ちなみにこれ余談なんですけど、これからの列車っていうのは日本で最後の定期夜行列車であるサンライズ瀬戸出雲号ってやつで、僕はこの出雲号に乗って、で、まあ、僕の実家兵庫にあるんですけど、そこを一旦通過して島根県の出雲島で全区間乗り通します。っていうのも、あの、ちょうどね、この帰省の時期と家族旅行の時期が重なって、で、あの、家族もそのちょうどね、島根の方に行ってるんですよ。でまあ、それからまた沖ノ島とかに渡ったりするんですけど、 旅行先でね、家族と合流しようっていうんで。ということで、実家のある姫路を一旦通過して、で島根まで行って、で、その後また帰ってくるっていう感じのルートになってます。ちなみに僕はあの、は今、髪がすごい長いんですけど、これ、まあ5月、5月ぐらいからき来てないんですよね。この近く、なんか散髪屋がなくてちょっと、ね、渋谷とかそっちの方にまで出ていかないといけないんですけど、 まあ、片道20分ぐらいでいけるんちゃいけるんですけど、ちょっとめんどくさいんで、なんかね、ずっとこのまま放置してたんですよ。ただ、まあ、そろそろ切りたいなって思うんですけど、まあ、ちょうどね、テスト期間に入っていて、まあ、レポートの課題とかをずっとやってると、まあ、それ、それでね、また紙に切りに行くような時間を作れないなっていうんで、結局あの、夏休み入ってから切りに行こうってことで。 なので、今晩夜行列車に乗って、で、出雲市に足立のアナウンサー到着して、その後髪を切りに行って、その後に家族と合流するっていう、なんかよくわかんないスケジュールになってるんですけど、そんな感じでね、帰省していこうと思います。